ハンカチとストッキングを使って、簡易マスクを作りました。ストッキングは両足を揃えて5センチぐらいの輪切りにしていきます。それを引っ張って輪ゴム状にします。このように2つセットにしておくと2つの輪ゴムが同じぐらいの大きさになります。ウイルスブロックのスプレーがあればハンカチにかけておきましょう。ハンカチを少しずらして2つに折ります。端をストッキングネットに通したら内側に折り曲げてキュッと引っ張ります。反対側も同じようにします。この時の重ねる長さでサイズを調節することができます。二つ折りにして保存袋にしまっておきましょう。保存袋には未使用であることがわかるように丸印を書きました。これを袋から取り出し、耳にかけるだけで簡易マスクの出来上がりです。ストッキングネットは柔らかいので、耳が痛くなることもほとんどありません。外したマスクは2つに折って、使用済みの袋に入れましょう。丸と×を書いておけば間違えることがありません。使ったマスクは洗濯して繰り返して使いましょう。